はい、中年オタッキーです。先週結局EOS5D のカードデータのカード出てこなくてですね、動画をアップすることをちょっと断念しました。ちょっとね、理由を話すと長くなるんで割愛しますけど、マイクロ SD でねちょっとデータを管理しとってね、コロって転がっていったらもうどこに行ったか分かんなくなるみたいな感じで、もう落としちゃったのかなちょっと分かんないんですけど、それでまあ今日は、ちょっとね、写真撮り直しになってしまうのでちょっと時間かかるんで、今日はちょっと違う話題でいこうと思います。この間リバーサルフィルムとね、EOS5D とかソニーの、α-NEX6 の、写真をね、ディテールとか比較する動画を作ったと思うんですけど、ちょっとね、協力者の方が現れまして、それでねちょっと充実した写真を、作ることができましたんで、新しい動画をアップしておこうと思います。今日のお題はね、プロ機でね、リバーサルフィルムをプロ機でスキャンしていた、ということで行ってみようと思います。それでは動画スタートしていきます。はい、リバーサルフィルムで、ミノルタの α9XI でね、ベルビア100で、富士山とか撮った写真をね、この間動画で紹介したと思うんですけども、そのフィルムをね、デジタル化するときにね、私、エプソンのね、GT9800F っていうね、ちょっと古いね、フィルムスキャナーでスキャンしてるんですね。で、もうちょっと新しいのも出てるんですけど、フィルムスキャナーってもうね、新しいのがあんま出てないんですよ。需要がないんでね、エプソンの最新が GT980X だったかな。9800F よりもパワーはまああって、シャドウ部分とかがね、しっかり出るみたいなんですけども、そこまで進化してないんで、触手が動かないんでね、ずっとね、GT9800F を使ってたんですよ。まあ十分綺麗かなと思って使ってたんですけども、で、この間の動画でね、デジタルカメラと、ディテール比較して、どうも負けてるなと、いう話を、したと思うんですけども、その動画を、リリースした後に、東京のね、スキャンスタジオ F11 っていう、お店のね、斉藤様から連絡がありまして、うちのね、スキャナーでスキャンしてみないかと、というお誘いがありました。で、協力していただくということで、お言葉に甘えてね、今回スキャンさせていただきました。それでね、とりあえず、エプソン GT9800F とね、ハッセルブラッドの最新の、スキャナー、このね、画像をね、ちょっと比較していこうと思います。写真はね、前回使った、富士山の縦構図の写真になります。縦構図の時はちょっと画像を大きくするために横にしてます。それと、それを一部分をクローズアップした、写真をね、連続でアップしていきます。それではご覧ください。はい、ちょっと色もね、変わったんですけど、エプソンのやつは、今、ハッセルブラッドさんのやつに比べると、ちょっとわざとらしい青なのかな、ちょっと強すぎるのかなっていう感じにも見えますけども、ハッセルブラッドの、スキャナーでスキャンした、写真もね、しっかりベルビアの青は出てることは出てるんですけど、もう一目瞭然わかると思うんですけどもね、ディテールがね、もう桁違いに違いますね。これね、僕の
そのスキャナーをその取り込んでるパソコンの調子が悪いんですね。でそれでちょっと画質が悪いのもあるにしてもね、ちょっと差がものすごいものすごいです。でファイルサイズもね、実はこれね、あのこの画像なんですけど、あの10分の1に圧縮してる画像、JPEG でね50メガバイトまで圧縮してる画像なんですね、ハッセルブラッドさん。本当はね、あの TIFF っていうね拡張子で500メガバイトぐらいのサイズになるんですけど、これあのこの動画を iPhone で編集してるもんで、その500メガバイトの画像はね、あの表示できないみたいなんですよね。僕の iPhone ちょっと 6S で古いんで、今の iPhone X とかだったらひょっとしたら表示されるのかもしれないですけど、TIFF の拡張子で500メガバイトが iPhone6S ではどうもね、何回やってもね、展開できないんで、ちょっと断念して、50メガバイトの JPEG でやってるんですけども、まあそれでもね、10分の1の解像度にもかかわらず圧倒的な、解像度になってますね。でここからがね本題、前回ね圧倒的な勝利を収めた EOS 5D Mark III、との、ディテール比較いきます。いきなりねクローズアップのね画像になります。ちょっとご覧ください。はい、いかがでしたか。見る人が見たらまあ全然差がないよっていう人もいれば、EOS 5D の方がねやはり解像度が高いと、まあその本当にねクローズアップしたらね、確かに EOS 5D Mark III の方が解像度は高いです。でもねちょっと待てよってね、EOS 5D はね、今回使用したレンズっていうのがね、EF2470F4LISUSM、もう一応バージョン落ちになってしまいましたけど、比較的新しいね L レンズ、贅沢なレンズですね。軽石等を利用した、たくさん使った贅沢な高額なレンズになります。でこれに比べてね、ミノルタのね α9XI のレンズは、ミノルタ AF2485F3.5から4.5 っていう普及レンズなんですね。値段的にもね、3分の1ぐらいになるのかな、新品の状態で。でその解像度を比較するとその L レンズに勝てるわけがないんですよね、当然ながら。まあいくらミノルタのレンズが優秀だとしても、やっぱキャノンの L レンズお金かかってますから。でここでね単純に解像度比較をしてもどうかなと思うんで、これねこの課題もう一回やります。レンズを揃えるためにちょっと EOS-1Nを引っ張り出そうかなと。で、EOS-5D Mark III と、EOS-1N で、リバーサルとデジタルのね解像度対決をもう一回やりたいと思います。お金ができた時にねもうお金ないんですよね、困ってるんですよ本当に。リバーサルって結構ねフィルムも高ければ現像も高いし、まあなかなかね他のこともやってるんで、まあツイッターにも書きましたけど、モノクロフィルムがそろそろ底をつくんでね、アメリカのね B&H フォトからの取り寄せ料とか、そういうのもつぶやきましたし、でカメラ次々と入ってきてるんでね、まあ試写とかもしなきゃいけないんで結構お金かかってるんで、まあちょっとねまあ、ネタが薄くなってきた時にでもやりますかね。でまあ今年のいつなんか夏、秋ぐらいになるかな、秋紅葉撮りに行く時に EOS-1Nの引っ張り出して写真撮ってまたディテール比較するかもしれません。まあその辺はねちょっと交互期待ということで、今日の動画は、こんな感じなんですけどね、もうとにかくねやりたいことがボーンと膨らんでね、ネタがボンボン出てちょっとえらいことになってます。カメラもねもう何台、これもねこれオリンパスのね L10 スーパーっていうこれも使ってるしね、もう出来上がってきたのこのねヤシカハーフ17写真も出来上がってきたし、ペンタックスのね SPO135M の写真も出来上がってきたしね、でこいつも使いたいしね、京セラのね F200 も使ってみて、これねこれレンズめちゃくちゃいいですよ。なんかね本来バリオゾナーになるはずだったレンズらしいです。で結局それが
企画が流れてそのままその京セラのレンズになったというあの噂があるレンズでね、まああのファインダー覗いたらね、ああ明らかにいいなっていう。ではっきり言ってね、そのテスターだとかプラダーだとかそのバリオゾナとか使ったことないんでね、もしねこれがねバリオゾナとしての性能を満たしているんだったら超おいしいじゃないかっていう感じなんですけどね。まああのそんな感じでね、ちょっとネタがねもう爆発的に膨らんで、ほんで二眼レフとかもやりたくてね、実はねプロカメラマンのプロのフォトグラファーの中田様っていう方からねちょっと声がかかりまして、二眼レフをやらないかということで、カメラもねちょっと貸していただけるっていう話を聞いてるんですけど、まあ自分でもねちょっと揃えようかなと思ってね、先々日ね二眼レフのねトップコンのその前身のプリモフレックスだったかな、を落札して、落札したらその落札したカメラもうすでに売れちゃっててごめんなさいキャンセルになりましたって。でも意地になってもう一回ねあのプリモフレックス狙ったらね511円で落札して、これはねちゃんと手続きできたんでね、明後日ぐらいにはねあの我が家にその二眼レフカメラがやってくるんですけど、値段が値段なんでまずまともに動かないだろうなとで自分でバラバラにしてね再生できるかなって今思って、レンズはね結構ねパッと見はちょっと薄曇りぐらいで使えそうな、プリモフレックスが我が家にやってくるんですけど、シャッターとかが動くかなって感じなんですね。二眼レフはねフィルムのサイズがね35ミリサイズの3倍近いのかな、そのぐらいでかいんですね。で皆さんもご存知のようにフィルムサイズ、センサーサイズがでかければでかいほど画像はいいです。二眼レフはねその中盤カメラになりますんで多少古いレンズでもね画像が良かったりするかもしれないんでね、で撮っててもなんかすごく楽しいらしいんでね、これから二眼レフもね紹介していくことになります。まあ今日はこんな感じなんですけど、ネタがあまりにもね多すぎるんでね、時間があれば今週もう一回アップするかもしれません。時間があればね、まあ、やりたいこと本当に山のようにあるんですけどね、もうカメラも分解しなきゃ、これもねこれキャノネットのね 初代キャノネットの後期なんですけど、分解してねさっきシャッター切れてたんだけどまた切れなくなっちゃった、シャッターが粘ってるみたいなんでやっぱりレンズ分解しなきゃいけないな。AE は治ったんですけど、軍幹部を分解して AE は治ったんですけど、 EE ですね、 EE は治ったんですけどまだレンズは分解してないんで、分解しなきゃいけないし、そのこのヤシカハーフ17もちょっと露出が微妙なんで軍幹部分解して調整しなきゃいけないし、まあねいろいろやることがたくさんあってね、時間もないし仕事もねこう走らなきゃいけないし同僚も引っ張らなきゃ、もう頭の中いっぱいいっぱいになってるんですけど、とにかくねまあデジタルももちろんその撮り直ししなきゃいけない EOS 5D とニコン D100 のね比較の、撮り直しもしなきゃいけないんですけど、まあどちらかっていうとねそのフィルムカメラいっぱいになってきて、もう断然フィルムの写真が楽しいんでね、フィルムの動画が中心になっていくとは思いますが、まあ今後どうなっていくかちょっとよくは分かんないんですけど、チャンネル登録とかしてねお待ちいただければと思います。カメラネタばっかりでね行くんでね、でまだねまともなコダックのトライ X400、のフィルムをねまともに僕使ったことないんで、そのむちゃくちゃ期限切れのやつは使ったことありますけど、でトライ X400 がそのどんな調子なのかっていうのも今後紹介していきますし、で先日も言いましたようにアクロス、新しいね富士のアクロスが出たら、古いアクロスまだ僕6本ぐらい在庫があるんですね。でこいつを頑張って修理して稼働品がね、稼働品がこっちにあるんで、こいつはね稼働品なんですよ、初期中期ですけど、レンズは一緒なんで、こいつとね同時に写真を撮ってその調子をね比較するっていう、ね、動画もやっていこうと思います。それではまたね、ちょっと今週もう一回アップできるかどうか、ちょっと頑張ってみます。期待半分ぐらいで待っててください。
今日はこの辺で、最後まで、ご視聴いただきありがとうございました。ちょっとね、最近ちょっとだけね、波に乗ってきてる、中年私のどこまで続くか分かんないですけど、もう協力者がね、来てくださったことをね、すごく感謝してます。で、スキャンスタジオ F11 の、URL、は説明文のところにね、貼っておきます。で、なんかフィルムスキャンね、1時間し放題で3000円、こんなね、最新機種のね、フィルムスキャナーをね、1時間3000円でね、使い放題、ということで、ね、すごくね、安いと思いますし、郵送とかでもね、受け付けて、くれるらしいんでね、利用しない手はないと思います。私もね、今後ね、お客さんになっちゃっていくのかなと思いますね。比較動画とかも作りますし、ちょっとスキャンの画質がね、ちょっとすごいんでね、使わざるを得ないかな。今日の動画は、ここまで。それではまた、次もお楽しみ、楽しみに、待ってください。それではまた、ごきげんよう、さようなら。